こんにちは、お肉です。今回は20のメンバーが9人ということで、いろんな部分で最強のバランスを持っている TWICE のメンバーと当てはめてみようと思います。今回の動画はあくまでも私の予想なので、そう思わない方もいらっしゃると思います。そもそも TWICE と20はやっぱ同じ事務所だけど違うものなので、完全にはもちろん合わないし、みんなそれぞれ個性とかも違うと思うので当てはめられないことはあると思うんですが、最高のバランスを持ったグループだと思うので、もしここはこうだと思うよっていうのがあればコメントなどで教えてくださると嬉しいです。はい、でまずこれは TWICE のメンバーに結構当てはまるんじゃないかなって思うポジションのメンバーを発表したいと思います。まずリマちゃんは TWICE だったらチェヨンちゃんかなっていう風に思っています。これはやっぱ納得していただけるんじゃないかなって思うんですが、お互いに天才肌のとこがあって、二人ともやっぱラップの実力がめちゃくちゃ素晴らしいと思うので、すごい近いものがあると思います。歌もチェヨンちゃんは上手いので、そこもリマちゃんと似ていると思います。でやっぱ自分のスタイルとか個性とかがあるっていうのはすごい似てるんじゃないかなっていう風に思いました。で、まゆかちゃんはダヒョンちゃんで、誰もハッピーにさせる素敵な笑顔の感じとか、あとサブラッパーでラップに実力をすごいつけてきているところとかが、まゆかちゃんがすごい近いものがあるんじゃないかなっていう風に思いました。あとは、ダヒョンちゃんってすごいなんか癒し能力があると思うんですけど、もうまゆかちゃんもめちゃくちゃ癒し能力っていうのがあると思うので、ここの二人はすごい近いものが結構感じられるなっていう風に思いました。そして、あやかちゃんはついちゃんなんですが、もうこれもすごいぴったりだなって思うのは、この二人がいるだけでもうすごい、もういるだけでいいっていうか、もうお互いすごい可愛いし、みんなもちろん可愛いんですけど、ついちゃんってすごいもうお人形さんのようなそんな感じのイメージがあるじゃないですか。あやかちゃんも私の中ではそんなイメージがあるし、すごい可愛らしくて、でも二人ともとっても努力家なところとかが似てるんじゃないかなっていうふうに思いました。で、ミヒちゃんはこれ結構難しくて、多分いろんなコメントでも違う意見をいただいたことがあるんですけど、ミヒちゃんはナヨンちゃんかなっていう風に個人的に思っていて、理由は圧倒的なセンター感があるなっていう風に思って、あと女の子らしさ、結構ナヨンちゃんもなんですけど、ミヒちゃんもすごい可愛らしくて、二人とも女の子らしさがすごいあると思うので、似てるものがあると思うし、あとは歌のうまさですね。もうこの二人は、もう初めからミヒちゃんもすごい注目されていたと思うんですけど、ナヨンちゃんも本当に歌の実力が素晴らしいので、この二人がすごい近いものがあるなっていうふうに思いました。なんか何でもできるちょっとオールラウンダーな感じとかも似てると思います。で、ニナちゃんがジヒョちゃんなんですが、ここもすごい難しかったんですが、やっぱ一番の決め手は圧倒的に歌が上手いことかなっていうふうに思っていて、もちろんナヨンちゃんとかも上手いんですけど、ジヒョちゃんのパワーみたいなものがすごいニナちゃんに似ているなっていうふうに思って近いものがあるし、あとアジア人離れした顔っていう感じが、すごいジヒョちゃんは韓国人なんですけど、結構目もパッチリしてアジア人離れしてる感じがすると思うんですけど、ニナちゃんもね、すごいもう顔がはっきりしていてすごい可愛いので、結構そこが近いかなっていう風に思いました。でもキャラクター的にはやっぱニナちゃんってまだ幼いので、ジヒョちゃんとはすごい感じが違うし、ニナちゃんに関してはマンネなので、そこは違うかなっていう風に思いました。で、リクちゃんに関しては、ジョンヨンちゃんかなって思ったんですけど、これリクちゃんをスッキリの生放送で見たら結構違ったんですよ。女の子らしくて、めちゃくちゃ可愛らしいイメージだったんですけど、でもそれってやっぱり、日本のグループって結構可愛らしいイメージの子がどうしても多くなると思うし、韓国のアイドルって結構かっこよかったり、ガールクラッシュな感じもあると思うので、もうそこは多分雰囲気の違いっていうものはもちろんあると思うんですけど、ファイナルで青髪にしたリクちゃんがすごい、似てるかなっていう風に思ったのと、あとすごいリクちゃんがジョンヨンちゃんに似てるなって思ったのが、パフォーマンスのバランスの良さなんですよね。リクちゃんもすごい歌もダンスもできるし、特にね、歌がいい、私の中ですごいと思うんですけど、ジョンヨンもすごい歌もダンスもできるし、歌がね、かなり上手いなっていう風に思うんですけど、二人ともメインボーカルではなくて、すごい支えるような感じ、安定的な感じがすごいあるので、そこが近いかなっていう風に思いました。あと、ニジプロの放送を見てる感じだったら、結構サバサバしてると思ったんですよ、リクちゃんは。なので結構、ジョンヨンちゃんと似てるんじゃないかなっていう風に思ったんですけど、これもスッキリを見たら結構雰囲気が違ったので、すごい難しいなっていう風に思います。ここからがね、もう結構難しいし、やっぱ9人と9人全く同じバランスではないので、当てはめられなかったとこもあったんですけど、まず、マヤちゃんが、ミナちゃんかなっていう風に思って、これは、すごい難しかったんですけど、やっぱ落ち着いてる雰囲気、二人ともすごい和な感じで、
おしとやかな感じがとてもあって、 K-POP の結構かっこいい感じってよりもやっぱりまやちゃんって今回の20の中でも一人だけなんかガラッと雰囲気が違うぐらい、すごい和でおしとやかで上品な感じで可愛らしいっていう感じよりはすごいお姉さんって感じがあるので、そこがすごい似てるんじゃないかなっていうふうに思っていて、やっぱり二人とも年齢の割に色っぽい感じがあるのでそこも似ていると思います。で、リオちゃんなんですが、リオちゃんはももちゃんに似てるかなっていうふうに思っているんですけど、もうここは正直もうあと二人しかいなくてめちゃくちゃ難しかったので決めれなかったんですけど、やっぱりリオちゃんとももちゃんが一番近いところがあるとすれば、やっぱダンスブレイクとかでもリオちゃんもすごいダンスが得意で、ももちゃんもダンスが得意なので、ダンスがすごいズバ抜けて素晴らしいメンバーかなっていうふうに思います。スタイルも二人ともいいぐらいしか、ここは共通点がちょっと難しいかなっていうふうに思ったんですけど、やっぱりこれからバラエティとかでもっともっと人間性を知らないと20のメンバーの性格の詳しいところまでわからなかったりするので、そうですね、そこはちょっとおいおいまた、例えば1ヶ月後にまた20のメンバーのことをもっと知ってからこれをやったら変わってくるかもしれないんですけど、現段階ではそうかなっていうふうに思いました。で、まこちゃんなんですけど、ちょっとまこちゃんはすごい難しかったです。すごいさなちゃんとの共通点を逆に探したんですけど、やっぱ探してみたらさなちゃんも16の時に、さなちゃんもどっちかというと今はすごいふわふわな雰囲気なんですけど、その時はその練習をしっかりしていない子に結構はっきり言っていたりとか、ちゃんとしてっていう風に言うタイプだったので、やっぱりみんなを引っ張っていくタイプなんじゃないかなっていう風に思っています。さなちゃん自身も TWICE の中で練習生が長いメンバーだったと思うので、まこちゃんも練習生が長いメンバーなので、そこが一緒なんじゃないかなっていう風に絞り出したんですけど、結構これ考えてみたので、よかったらその感想を聞かせてほしいなっていう風に思います。で、本当にこれ難しいんですけど、やっぱ予想したりとか皆さんで考えることがすごい楽しいなってこのチャンネルでは思っているので、とにかくデビューの日、あとバラエティとかにいっぱい出る日も楽しみにしています。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それではバイバイ。